今回作成した簡易地図以外にも様々なバリエーションがあります。資料に最初に触れる部分を資料全面を覆う長さにし、三角の折り返しも資料に当たらないよう外側へ折り返します。こうすると資料に当たる面がフラットになり、より安心です。紐は貼らずに巻きつけて結ぶ方法もあります。表紙の折り返しを余分に取り、裏まで包んで紐は使わない方法もあります。薄い紙で簡易地図を作成する場合は、資料に合わせて紙を折ることが簡単にできるため、資料の厚さを測らなくても構いません。このような簡易地図をぜひ作ってみてください。